ない顔だな。沼を越えてきたのか。はい、グリーン牧場のお世話になって、なんとか。まったくグリーンのやつ、チョコボの沼渡りは危険だからあの看板は外せと言ったのに。俺はここの牧場主のガボンだ。最初に断っとくが、チョコボの貸し出しはしとらんよ。運送の仕事は神羅の規制が厳しくてね。それでものらりくらりと営業してきたが、ついに荷車が壊れたんだ。修理のための部品もなくて万事休す。俺もチョコボも心が折れちまった。修理手伝いましょうか。いや、もういいんだ。部品があれば治りますよね。それはまあ、でもこんな状態でな、報酬を出す余裕がないんだ。何度か話したが戻ってくるんだ。今さら野生には戻れないのさ。こうなっては仕方がない。俺が責任持ってあいつらと一緒に朽ちていくよ。そんなの責任じゃないと思います。ねえ、お願い、チョコボと私に力貸して。もしかすると自己満足でも見過ごせないの。ありがとう。話が進んでいるが、修理用の部品の調達は大変だぞ。この辺りじゃ手に入らない。どこにあります？山の上の小屋に職人がいる。だが小屋までは山登り用のチョコボが必要だ。ベルってのがその辺にいるはずだが。そのチョコボならもういます。ほう、では出発。あの男は強いと。もしかして私騙された？うまく使われてる？かもしれない。でもチョコボのため頑張るぞ。ゴOh, oh, 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 oh,
なんだ？ガボンの荷車を直したいんだ。ああ、部品か。じゃあ、明日か明後日に来てくれ。今は眠くて眠くて。どうする？叩き起こすか？もしもし、起きてください。ねえ、お願い。心地のいい声だ。スリプル並みだな。俺を動かしたいなら、そのメモを見て全部集めてくるんだな。どうする？やる、絶対。
この先がジュノン？いや、要塞都市の下に小さな村がある。アンダージュノン。錆びれた漁村だ。シンナのしわ寄せは全部下に来るんだ。どこにしわで。情けは無用。届け。マジか。なるほど。ここだ。飛んでけ。頼む。一気に叩き込む。仕上げだ。シュラ。ここだ。敵だ。仕留め。次に備えろ。できたぞと。うん。うん。メモを見て必要なもん集めてこいよ。おお、大盛りか。うわ。俺はブレディ。で、何の用だって？何って具体的には何も。ただ戦争のことを思うのさ。ここは戦争中防空壕として使われてたんだ。市民も兵士も大勢が犠牲になった。生き残った俺にできるのは静かに寄り添ってやることくらいさ。ガボンとはまあいわゆる戦友だ。あのおっさんも昔はチョコボ騎兵隊のエースだったんだぜ。二人で山の中を駆け回って何度も神羅に奇襲を仕掛けてな。今思えば随分無茶をしたもんだ。お互い十分すぎるほど戦った。これから静かに隠居生活でも送るつもりさ。共和国と神羅の戦争だよ。
あちこち壊れた建物が残ってただろう。俺は共和国の兵士だった。最後の方はそりゃひどいもんだった。俺たちは無残に負けてこのざまさ。ああ、そういやそんな話だったな。ちょっと待ってろ。ほら、できたぞ。俺にしか作れねえ頑丈なやつだ。好きに持ってけ。もっと作っておいてください。ガボンさん、きっと来るから。どうだか、ま、気が向いたらな。おい、用が済んだなら帰った帰った。用が済んだら長いは無用。行き急げ和光堂よってな。ちゃんと直してチョコボ大切にする。ん、まあ仕方ねえな。ああ、やるよ。じゃあ今すぐ始めてくださいな。ふう、できた。おお、レディのやつ随分張り切ったな。申し分のない立派な荷車だよ。ありがとうな。これでいつでも運送業に戻れるよ。よかった。じゃあ帰る前に一つ質問。私たち来なかったらチョコボずっとあのままだったかもな。そっか。でも死んだカンパニー怖いから仕方ないよね。口出しされたら逆らえないし。そりゃ違う。死んだにビビったりはしねえよ。じゃあどうしてお仕事辞めたの？そりゃあんた荷車が壊れちまって、直すにも部品の調達が面倒だし。おお、要するに面倒だったんだよ。面倒だった。わかった。俺が悪かった。全面的に悪かった。これからは仕事に精を出すよ。部品もストックしてすぐに直せるようにするし、チョコボの世話もちゃんとする。聞いたよね。ではよろしく。姉ちゃんにはかなわねえな。なあ